はい、どうもこんにちは、木澤です。今回ですね、マイクロソフト系のお話ではないんですが、これを買ってしまいました。 MacBook Pro 13インチ、レイト2016ってやつですね。この前発表になったばっかりの、発売になったばっかりのやつを買いました。これの話をしたいと思います。で、まずは、今回は開封動画ということで、なんかもう皆さんも上げてるんで、私もこれ買った時やってみたいなと思ってたんで、開封動画を撮りましたんで、今回はまずそれを見てください。ではどうぞ。はい、買ってきた状態で、今出しました。ですね、こちら MacBook Pro 13インチモデル、立場なしのモデルになります。2016年モデルということで、ストレージがメモリが 8GB とストレージが 256GB というモデルです。色はね、シルバーにしました。で、これ、毎度のことが、これ、この周りのビニールがですね、開けづらいんですけども、これを開けづらいとこ開けるのもまた楽しみの一つということで、ちょっとカッターで、ちょっと箱に傷つけないように気をつけて、開けます。ビリ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 っていう感じでね、はい、でこれ破ったやつは瀬戸康史さんだとプーンって捨てちゃうんでしょうけど、とりあえずちょっと置いてきまして、開けます。ちょっとドキドキですね。このなかなかびっちりしまってるんで開けづらいんですけども、よいしょ、おいと、リンゴのマークだ。MacBook Pro ついに出てきました。これがね、末永く使う、パソコンということになるんですが、いいですね。これね、思った感じね、なんかやっぱりなんかずしっと重い感じはするんです。重量 1.3 キロなんですけど、外持ち帰ってきたんでね、ひんやり冷えてるっていう感じです。これ結構冬ね、冷たいんじゃないかなと思うんですが、それとこれが、USB Type-C のケーブルになります。ちょっと太めですね。これ充電ケーブルも兼ねてるっていうことで、両方とも USB の Type-C です。で、これがいつものお手紙ですね。これ何が入ってるかというと、なんか前だとおめでとうございますとかね、よく書かれてたんじゃないかなと思うんですが、開けてみると、MacBook Pro ということで、あとは、これ Apple のシールですね。貼ることないと思うんですが、あとはこれ PC リサイクルのシート、ということと、あとは保証とか、そこら辺の関係ですね。あとはこのマニュアルが、取り扱い説明書がですね、こんな詳しい、本当これしかないっていう感じで説明書として用意されています。あとは、これの AC アダプターですね。61W。っていうふうに聞いてますけども、これが AC アダプターで、コネクタは USB の Type-C のコネクタがついてるだけです。はい、開けてみます。このメリ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 っていう開けるやつですね。これ一緒に何度あるかというところなんですが、はい、取り出しました。なんかすべすべというかね、触った感じも違うし、かなり質感がいいなという感じです。さあ、置いてみます。ちなみにこの向き反対側なんですね。開けようとすると開く方向は向こう側だっていうことで、はい、で AC アダプターも出して、充電されてないんでね、充電してくださいねって言われてたんですけど、それとそうそう、この AC アダプターもですね、これコンセントの部分抜けてですね、メガネ形状の、ケーブル、AC ケーブルも挿せるようになってるってことで、AC アダプターね、挿せないところでもね、このケーブル使えばいいかなっていう感じです。はい。で、いよいよ Mac 開けました。で、開けたらもう、電源が入っちゃいまして、電源スイッチを押すとこからやってみたいなと思ってたんですけど、で、シート、これもともと、どっちかですね、キーボード側に貼ってたのか、モニター側に貼ってたのかわかんないですけど、シート外しまして、セットアップを始めます。で、言語はどうしますかっていうところで、いろんな言語から選んで、もちろん日本語を選びまして、で、いろいろ設定があるんですが、こういったね、Wi-Fi
これ有線ケーブルありませんので、もうとにかく Wi-Fi つながなきゃいけないということで Wi-Fi を、自分のところで選択して、いろんな設定をですね、iCloud どうしますかとかいう設定をしていきます。で、ゆうえこ Mac 設定中というところで、はい、出てきました。これ MacOS 10.12 シエラになります。割とね、ここまで簡単にセットアップできました。それほど時間もかからずにね、できましたんで、ちょうどいい、そんな遅くならなくてよかったなと思っています。早速ここアップデートがありますよということでね、アップデートのメッセージが出てますけど、こういった形でですね、MacBook Pro 13インチ、レイト2016ということで、モデルとしてはこれタッチパネルのタッチバーがないモデルなんですが、いよいよこうセットアップできてですね、使うことができます。はい、以上ですね、MacBook Pro 13インチの、レビューをさせていただきました。まずは開梱レビューということで、この後もですね、いろいろと、使ってみた感想とかですね、別の動画で、この次の動画でね、お話ししたいと思いますので、またよろしくお願いします。